タッフさん朝ごはん早くね。もうなんでスタッフさんの朝ごはんにチャイたち合わせないといけないのかしら。一緒に食べたいんだって。先に食べたいよね、かりんちゃん。そうだね。ちょっとチャイ手伝ってくる。プレッシャーかけてくるだけでしょ。そんなことないよね。手伝ってくるの。それじゃあチャイちゃん、よろしくね。何をしてるんだ。早く作りなさい。かりんちゃんやっぱりサボってる。やっぱりプレッシャーかけてるよ。何をしてるの。腹ペコの人を待たせて、いや猫を待たせて、あなたはのうのうと水を飲んで、チャイこれ以上痩せたらどうするの。もう骸骨って呼ばれちゃう。チャイアイドルなの。あなたとは違うの。みんなを幸せにするアイドルなの、かりんちゃん。おう、なーに、びっくりしたな。あ、脅かしちゃった。ごめんだよね。楽しみにしている。では。お腹すいた。お腹すきすぎてチャイ死んじゃう。大げさ。うふねえ、かりんちゃん、もう我慢してあげよう。チャイちゃん、その甘い考えがスタッフさんをダメにしてる。あ、余計なこと言った。メロン、散々毛づくろしたでしょ。ごまかさないで。遅い、スタッフさん何してるの。スタッフさんキッチン行ったばっかりなのに。ちょっとびっくりしちゃったんですけど、まだ作ってないんですけど。いつ作るの。今でしょ。もうどんな豪華なの作っちゃうのかしら。バイバイの料理期待してるから。お腹すいたな、メロン。スタッフさん卵混ぜるの。それじゃあやりたい。でもスタッフさんも混ぜたいもんね。じゃあチャイ譲ってあげる。優しいでしょ。チャイに惚れないでね。お皿が小さかったんじゃないかな。卵につける前に計算しなきゃいけませんよ。あー、お腹すいた。ん、どうしたの、スタッフさん。卵足りなかったんでしょ。ウケる。クックパッド見たんでしょ。スタッフさん目が細いから読めなかったのかな。ウケるウケる。ゆで卵だったことをチャイは知っている。フォッフォッフォー。よいしょだよね。もう出来上がりさ。あ、まだ時間がかかりそう。そっか、もう少し我慢しよう。お腹すいた。よし、隣の部屋の空気でも吸ってこようかな。よいしょだよ。あら、カレンちゃん、チャイのセクシー見に来たの。あ、チャイちゃんか。信玄餅だと思ってた。こんなセクシーな信玄餅だったら食べてみたい。そうでしょ、カリンちゃんね。食べたくはないかな。嘘言っちゃって。あ、これはご飯の引き出しを開けた音。チャイがご飯選ぶよね。嘘でしょ。まだ焼いてもいない。とっくり。スタッフさん、バターないの。バター買えなくてかわいそう。いよいよ焼きに入るようです。隣の空気最高に美味しかったよ。あれ、みんないないな。あ、そうだ、朝ごはん作ってんだった。おう、信玄餅の形跡がある。
何もともとしてるの、早く作りなさい。アタック！うわ、パワハラ中だ。もうお腹と背中がくっついたよね。そしてくっついて離れた反動でお腹がでっかくなってる。カレンちゃん、今なんか聞こえたんですけど。今日も綺麗だなって。あら、そう？メロン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 。スタッフさん、これから焼きに入るんだって。あと少しだ。すごい長い下ごしらえだったね。うわ、ハムだ、チーズだ。お腹空いちゃうから振り向けない。その方がいいよ。でも見たくなっちゃう。お腹空いたな。朝ごはん作るって言って1時間ぐらい経ってんじゃないかな。うわ、ここの溝切ったね。食欲減退。一箇所汚いとさ、隅々気になっちゃうよ。他に汚ねえとこないかな。お腹空いたよ。どうなったか見に行こう。細い目で真剣にやってたから何も言わなかった。目つむってやってんじゃないかなと思って最初びっくりしたよ。チャイちゃんもスタッフさんにプレッシャーなんてかけてないで、こっちおいで。あー、スタッフさん頑張ってね。なるはやで。あー、もう倒れちゃいそう。スタッフさんダッシュ。チャイちゃん、そんなこと言ったらスタッフさんキッチンで走り回るよ。スタッフさんならやりかねない。メロン。ああ、もう海行きたい。よし。ああ、日光浴してくる。窓際にチャーシューができるぞ。ああ、今日も良きお天気。ああ、ますます綺麗になりそう。なんか焦げ臭いな。ああ、カリンちゃん、オイル塗って。ちょっと確認しに行こうっと。スタッフさん、なんか変な匂いするよ。気のせいかな。ああ、風が気持ちいい。チャイのために神様が流してくれた風。チャイちゃん、チャイちゃんのために神様が流してくれた風じゃないんだよ。はあ？何言ってんの？神様はチャイがベストな状態で生活できるように気候を整えてくれてるんだよね。そんなことも知らなかったの？そうだったね。おお、カリンちゃん、どんな状況か見てきて。ちょっと見てくる。スタッフさん、いかがでしょうか。何そのお水、富士山系の水ってどういうこと。ビジュアル系とかもあんの。どういうことだ、気になる。富士山系って何？ちょっと彼にも飲まして。富士山系って何？そろそろできました。よし、チャイちゃんに報告してくる。チャイちゃん、やっとできたよ。やっとご飯食べれる。ここの隙間切ったね。食欲減退。チャイちゃん、お迎え行ってくる。焦らず待ってればいいのに。待てない男。スタッフさん、来た来た。よし、お迎えだ。やっぱりチャイが行ってあげないとスタッフさん寂しがるから。はい、お待とうさん。本日の朝ごはん何かしら。やだ、絶品。嘘だろ。カリンちゃん、しかもマグロで包んだチーズ添えのやつ。ドゥーン、
どー、言葉にならないよ。いただきます。あー、またかやる。香りと舐めただけで美味しいの分かるよ。いただきます。いただきます。あー、まさに絶品。絶品だね。会長、静かに味わっていただきましょう。そうだね。ごちそうさま。そんなにいっぱい食べられないよね。また撮影終わったら食べるんでしょ、ジェちゃん。食べないよね。ごちそうさま。最高だった朝ごはん。スタッフさん、ハイタッチ。ハイタッチ雑だよ。腕よこせこの野郎。グリーン。最後までご視聴ありがとう。チャンネル登録をしておくと、カリたちの動画が見つけやすくなるよ。よろしく。そしてベルマークを押しておくと、動画がアップされたらお知らせが来るよ。あなたにおすすめの動画。スカパラバルリブル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 ロ。チャイちゃん、やっと朝ごはん食べれたね。まさかあんな美味しい朝食を出してくれるなんて思ってもいなかったよね。スタッフさん、いつものご飯しかくれないもんね。おやつとかなかなかくれないもん。久しぶりにウエットが食べたい。